はい、ここは、2体目 JP タワーさんの駐車場ですね。今日は2日目なのでバイクは止まってませんけど、これからちょっと準備をして箱根マラソン見物。BB になってるのはもうエアコンなんですね。駐車をしましたので、もう一つ目か、もう一つ目かな、もう一つ目だ。箱根駅伝行ってきますよ。クリスマスツリー当てにしちゃうとクリスマス終わってますからね。前回はクリスマスでしたけど、これいいんだな。ツリーがなくなってる、すっかり。これは発着口だな。これは発着、発着ってあのトラックで積んでたトラックの積み場ですね。発着場だ。押してるので少し触っていかないと。今40分ですね。触っていかないと。おお、寒い、寒いな。毎度のことながら今日も T シャツですよ。 T シャツしかお使いがなくてないんですよね。ドガちゃんと T シャツしかないんですよ。背広は20ぐらいあるんですけど、あとは私服の服はないですね。町は先ほど見ましたから皇居前で行きます。考えてみればコートも持ってたな、コートも持ってたな。
ください。みんな通ってきてるな。これだけだ。いかにも貧乏人だな。走る人早いんですよね、 YouTube で見てると。参加の時間としては早いんですけどね、マラソンがありますから。いい感じで人がいないので、東京駅のどうでも狙いたいんですけど、ちょっと駅伝がこれなので、結構来てますね。とか電車が来ると人が降りてきますね。これは駅伝のバスかな。時間が変わると時間が変わるとバスの注文が変わりますから、時間がバスの種類が変わります。そこのあれか、ここ真ん中から行けるのかな。真ん中は行けてもあれだな。とりあえず行っちゃおうか。撮影するポイントとしてはこの区間が短いんじゃないかな。こっちの角からこうロングで狙った方が、まあ先週は釣れなくても小さくていいんですよ。あの他の人が上手に撮りますから、テレビでもあれ少し。ちなみにここ漁港通りですね。ここは大使が信任状を持って陛下のところに来るんですね。ここでこう正成を押しながらこうやってこう行こうかなと思ってたんですけど、普段の日じゃないとダメですよね。いいアングルを。これは和田
和田倉門ですね、ここね。和田倉門。撮影ポイントとしては、応援される方は撮影に滞留しないでください。和田倉門のあそこの詰め所のとこの方がいいかな。まあビデオカメラだから前が空いてればどうにでもなるんですよ。三脚が使えないからなかなかあれなんですけど、手で持つと手ぶれしちゃうんですよね。今日は周りさんの三眼のあれと警備が重なってるから、周りさんの書き入れ時ですよ。書き入れ時って言っても給料は同じなんですけど、こうやって車の中だから。
察の見ればあれだよな。俺が寒いなんて言ってられないよな。 T シャツでお姉さんの方が足丸出しだ。俺の方が寒いって言ってられない。考えてみる。ギャルの方が足丸出し。
やつもあるやん。Yeah!
毎年予選会から